総合型地域スポーツ文化クラブ調和 SHC クラブの松倉さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは調和 SHC クラブですが、どんな団体なのか教えていただけますか。はい、NPO 法人調和 SHC クラブの設立は2002年調和小学校新校舎移転、学校週5日制に伴い新校舎と旧大町小学校フレンドルーム校庭などを使用し誕生しました。菊野台を拠点に老若男女を問わず地域の人たちが気軽にスポーツや文化に親しみ、憩いの場、語らいの場として活用することを目的として活動しています。 SHC の名前ですが、どんな意味を持ってるんでしょうか。はい、 S はスポーツの S、 H はヘルス、健康の H、 C はカルチャー、文化の C、 頭文字から SHC としています。なるほど、そんな意味があったんですね。どんな皆さんが活動されているんでしょうか。設立当初はスポーツ9サークルから始まり、現在ではスポーツ12サークル、健康17サークル、文化は11サークル、教室は16に増えました。そんなに多くのサークルが所属しているんですね。どのように組織しているのでしょうか。各小学校にある学校開放クラブは与えられた時間、場所の中で活動してきましたが、調和 SHC クラブは地域住民の手で自主的、自発的に運営がされています。2003年10月には NPO 法人として認証を受け、現在はおよそ1100人余りの方が活動しています。開設当初よりゴスペルのサークル、ゴスペルファミリーが味の素スタジアムで開催のサッカー試合に出演、キッズチアダンスが東京ドームでのアメリカンフットボールの試合に出演しています。調和小地区を飛び出して活躍をされているんですね。子どもたちも頑張っていますね。はい、そうなんです。2018年第6回全日本小中学生ダンスコンクールでキッズホップ教室がオープン参加ではありますが銀賞を取りました。2019年に開催されたラグビーワールドカップで味の素スタジアムで行われた試合では、試合前によさこいサークルが市内の他のよさこいチームと一緒に演舞を披露しました。東京2020大会ステージイベントではダブルダッチ教室の子どもたちが日比谷公園野外音楽堂で演技を披露し、ネットで配信されました。子どもたちがビッグイベントですごい経験を積んでいるんですね。はい、今年3月に行われた日本小学生ネオホッケー選手大会では、ネオホッケー&ミニフロアボール教室の高学年の部が見事に全国制覇を成し遂げました。全国制覇ですか。それはすごいことですね。はい、文化活動や共生社会を広げる活動も行っています。昨年10月には初めて田作りで文化サークルの絵手紙、書道教室、俳句、絵画の合同による展示会を開催しました。3月には SHC フェスタを開催し、地域の方々にサークル発表の鑑賞、スポーツ競技やスタンプラリーへの参加を呼びかけ、皆さんに楽しんでもらっています。大町スポーツ施設やふれあいの家を利用している方の発表も行っています。ここまでお聞きしているだけで、さまざまな分野で皆さん活動を楽しみ活躍されているんですね。地域の方々が自主的、そして自発的に運営されているのが驚きですね。ありがとうございます。当クラブは調和という名称から、調和小学校地域の住民しか参加できないと誤解されがちですが、調布市内全域の方や近隣の市、区のどこに住んでいても参加し活動できます。また今年の秋に20周年を迎えます。記念イベントを開催する予定です。ご興味のある方はぜひ覗いてみてください。調和 SHC クラブの松倉さんに伺いました。